こんにちは。アマゾン室サポーター、堀秀夫です。今日はアマゾン室は稼げないと。なんでお前、稼げるって言ってね、サポートしてんじゃないかってことなんですけど。まあ、オーストラリアのアマゾンは稼げますけど、もう日本アマゾン、アメリカアマゾン、そのあたりで稼ぐのはもう初心者には無理です。で、これね、えー、たまに伝えないと何か、まあ、勘違いしてね、アメリカアマゾンとか日本アマゾンやって稼ごうなんていうね、 え質問があるんで、まあ、今回もその質問があったので、それに対する回答なんですけど、まず、アメリカ・アマゾン、もう出品者余ってます。ね、ではっきり言って、今更こう小売りを転売するとかね、えー、まして無在庫販売とか、もう全然お呼びでないと。ねえー、メーカーとか、有名商品の代理店だったらウェルカムですけど、まあ、それ以外は全くもう余ってますという状態なんでね。 まあ今からアメリカアマゾン始めて、その小売店売で儲けようと。ね、ましてや無在庫とか。まあ、うん、目を覚ました方がいいというような感じです。アメリカアマゾンは稼げません。でね、えー、アメリカアマゾンでは稼げないんで、まあ、オーストラリアアマゾン。で、ね、まだ出品者の少ないオーストラリアアマゾンで稼ごうというのがね、 私の今のおすすめなんですけど、まあ、動画を見てるはずなのになぜか、ねえー、アメリカアマゾンに関する質問が来ましたんで、まあ、それに対する回答動画です、ねまあ、YouTube 動画のコメントについてた質問数年前に .com のアカウントは作成していましたがまだ販売したことがなくこれから販売してみようと考えておりますが下記の疑問点などがあり一歩踏み出せない状況です 何かお返事をいただけると幸いです。よろしくお願いします。ということなんでね。まあ、誤解のないように、本音で歯に衣を着せず回答します。そうじゃないとね、やりようによっちゃ稼げんのかなとか、ね、誤解されちゃまずいんで、もうね、あのー、まず、何を出したら出品規制赤場になるのか把握できてないと、ね。把握できてないというかね、もう小売店から購入した商品を転売すれば何を販売しても赤場になります。 もうこれあの今、新規出品者が小売店から、ね、買った商品を出せば証拠を出せと言ってきますしね、その時証拠を出したのが、小売店から買った書類は証拠になりませんのでね、もうその時点で赤番です。赤番確定と。だからアメリカでは自分がメーカーになるか代理店になって販売する必要があります。次の質問。日本アマゾンの人気商品を2倍前後の価格で無在庫出品する予定ですが、 売れたらアマゾンから仕入れたアメリカ在住の代行者を通して発送してもらうやり方で大丈夫でしょうかもう全然ダメです。まあ、そもそも無在庫だと売れません。まあ、さらに言うとね、2倍だと利益出ません。えー、出品するリストはアマゾン大学。ねえー、キーパーから取得しますと。まあ、キーパーって,なんて科学が動いてるのを見るのツールですけどね。まあ、アホらしくてコメントもちょっとないんですけど。まあ、次に出品、科学 管理ツールはブライスター US 使用されてますか、まあ、これもね、えー、何言ってんだろうって感じでね、まあ、ツールを使って見つけた商品を無在庫で販売して儲けるとか、まあ、寝ぼけているとしか思えません。ね、今、まあ、ま本当あのアメリカ Amazon とかね、出品者余ってるんで、今更ツールで見つけた商品をね無在庫で販売しましょうとかいう出品者全くいらないです。Amazon がいらないと思っている出品者がね、えー、出品したところで、 もう早々にアカウント削除されるのは目に見えてますんで、まあ今からこの、このね、考えでアメリカアマゾン参入してもね、あの、時間とお金の無駄になりますんで、で、アメリカアマゾンね、赤バンされたらオーストラリアアマゾンも参入できなくなります。えー、素直に私のサポートを受けてオーストラリアアアマゾンに取り組むことをお勧めします。こんな形でね、まあ、きつい言い方ですけど、まあ、 きつい言い方しないとね、なんか、なんで今更アメリカアマゾン無罪とかって考えつくのかよくわかんないんですけど、もう全然無理ですんでね、あのー、誤解のないようにね、あのきつい言い方しますと、これぐらいきつい言い方をしても物足んないぐらい、全く今から初心者の方がアメリカアマゾンでね、えー、小売り転売で儲けるという余地はゼロです。ないです。無理です。えー、オーストラリアアアマゾンに取り組むことをお勧めします。 以上、アマゾンエキスサポーター、堀秀夫でした。